2015年を迎えましてですね、今までちょっと感じの違うシリーズを一つだけやってみたいと思いました、えー。なぜこれほどまでに未来を描く、暗く描く時代になったんだろうかと、まあ、いう問いかけですね。えー、今の日本はですね、まあ、大変に未来を暗く描く時代であります。えー、もちろんあの戦争が終わった頃なんかはですね、 えまあ東京も一面の荒れ野原、地方も同じようにまあ疲弊しておりましてですね、まあ、大変な貧乏なところ、社会が混乱しているところからスタートしたんですが、まあ、少なくとも未来は明るかったんですね。私なんかもですね、まあ、その当時子供でしたけども、大人の人からまあ未来は明るいというか、むしろ頑張ろうねと、まあ、そういうようなところで、 私自身が実は自分の老後というものを考えたことはほとんどありませんでした。まあ、もちろん、45歳ぐらいにもなればですね、世の中の冷たい風も一部は感じますから、自分にも老後があるんだろうなと思ったりはしましたけども、まあとにかく前進するということで、まあ大体の生活は整っとおりました。ところが、 最近ですね、えー、男子の大学生ですね、がですね、貯金をしていると。で、この貯金の理由を聞くと、まあ、老後のためだと。そういう答えが返ってくるような時代になりました。えー、それはなぜかと言いますとですね、まあ、いろんな、あの、こともありまして、まあ、今私がこのブログに書いてありますように、まあ、女性と男性の役割がはっきりしなくなったってこともあるでしょうね。あの、昔は、 女性が子供を産んで18歳まで育てる、まあ、これは女性の役割でありました。まあ、いい割りは別ですよ、女性の役割でした。男は何をしてたかっていうと、その子供が18になって、いよいよ社会に出るときに、社会の方の準備をしとく。例えば、日本が平和であるとか、日本耕す土地があるだとか、それから仕勤めるところがあるとか、まあ、こういったことを男が分担をしていましたね。 ですから、女性はどちらかというと、育児に一生懸命であり、男性は戦争とか政治に一生懸命だったと。だけど、子供から見ればですね、お母さんは自分を18まで育ってくれる。お父さんは自分が18になった後の社会を準備してくれるとまあいうことでですね、一応子供もにもまあ一つの安心感のようなものがあったわけでありますが、現在ではですね、それもまあすっかりないという時代になったわけであります。 えーまあ、あのその代わりにですね、まああの、もちろん地球温暖化をはじめとしまして、えーまあ、そのゴミが街に溢れるだとかですね、まあ、ダイオキシンが毒物であるとか、えーまあ、地球が温暖化してもう住むところがなくなるとかいうことでですね、まあ、非常にまあ暗くいい時代ですね、まあ、この暗さというものを強調されて、 えまあこの人間はお金を取るときは必ず相手を脅してからお金を取るというのがまあ浄土ですが、まさに日本政府ぐるみというか、日本ぐるみでですね、国民に対して暗いことばかりを言ってですね、そしてお金を取る、まあ、消費税を上げるとことですね。まあそういうことをずっとやってきた、まあこの30年というようなもんでありました。 えー、まあ、あの、まあ、それはそれでですね、私たち、まあ、いわゆる大きな不満もあるんですけども、まあ、あの、事実として進んできたことは間違いありません。えー、未来を暗く描く人はですね、政府や官僚ばかりでなく、まあ、専門家と言われる人たちも、もう多くの人たちがですね、まあ、非常に暗くのを描くわけですね。まあ、環境問題ばかりでありません。もちろん年金ももう崩壊して、将来は年金が、あの、もらえてがない。 まあその原因は実は少子化だと、いや、少子化ではありませんが、年金の設計自体によるんですけど、まあ、そういわれる時代になる、それから減塩食を取らないと血圧が上がるのだとですね、それから油分の多い肉を食べるとコレステロールになるとかですね、果てはタバコを吸うともう肺がんになるとかですね、あらゆる、まあ、健康上のこともですね、まあ、不安を煽ると言いますか。 え、ま、眠ないものもあれば、ある程度の根拠のあるものもあるんですが、ま、いずれにしても、非常に健康も厳しい。この前、あるお医者さんとお話をしましたが、私が、ま、健康のためには死んでもいいという、そんな人がいますねと言われたら、先生と二人で笑ったんですけども、ま、本当にその人たちはいろんなところの情報でですね、ビクビクされていて、ま、健康を守るために、おいしくない食事をとる。ま、そのお医者さんは、実は、 そういう方面,が方面が専門のお医者さんだったんですが、やっぱり食事はおいしく食べなきゃいけませんねと、私の時代は1日に23グラムの塩をと食塩を取ってたので、ちょっとこれは多かったんですが、まあ、今の時代のように、食塩をまあ14グラムとか12グラムになってですね、まだ薄味を食べてるっていうのも変なもんですねと、まあ、そういうふうに言われましたですね。 えー、まさにその通りというふうに思うわけですね。でそれではですねこのこれほどまでに未来を暗く描く時代はなぜなったんだろうかと、まあ、いうことをですね、えーまあ、少し前向きに、まあ、苦情を言ってでもしょうがないんでですね、えー、整理をしたいというふうに思いましてまあ,あの音声だけですけども、えー、少し気軽な気持ちで新春に向かってですね お話をさせていただきたいと思いますが、まず第一に人間というものはですね、第一原則とこ,こに書いたんですが、新しいことはできないと思うというまあ癖がありましてですね、そういうふうに思う、まあ、性質がありまして、新しいことは絶対できないんだっていう確信が、まあ、あるわけですね。まあ、昨年のことで言えば、スタップ細胞の事件というのがありましたけども、まあ、これもこのシリーズでちょっと触れますけどもですね、まあ、人間の一つの性質、 新しいことはできないと思うということが、まあ一つはあるわけですね。これについて話を、これについての話からこのシリーズを始めたいと思っています。ちょっと後に、えー、っと、えー、最後の言葉が切れるので多少雑,雑音といいますかこういうのを入れてお話を終わりたいと思います。